はい、好評いただいてます、ジャッカルのビンビンテンヤ、ちょっと改めて説明しますけど、このテンヤゲーム、至ってあのシンプルで、間の仕掛けがありません、ラインから直接テンヤということで、非常に簡単な、タックルでまたタイがねこれでたくさん釣れるんで、今どん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 、伸びてます。で特にあのルアーをねやられる方はすごい入りやすいと思います。あの釣り方なんかがですね非常にあのバスフィッシングと共通してまして、用語なんかも本当に共通用語がたくさんありますので、ぜひあのバスフィッシングをやられてる方でちょっと海やってみたいななんていう方は、もう竿だけロッドだけ用意していただければ従来 の、 あのスピニングリールであればもう対応できますので、ぜひ一応ね、やってみてください。で従来のですねテンヤとの違いは、素材なんですね。素材が、ジャッカルのビンビンテンヤはタングステン素材です。このね、従来の鉛とタングステンの、一番の違いは比重の違い。どうしてもですね同じ号数でテンヤを作りますと鉛ですと非常にあの大きくなります。で、タングステンだとその分非常にコンパクトにできます。でじゃあここでどこがいいのかって言いますと、この釣りの特徴としてあの非常に潮の抵抗を受けやすいんですね。で、多分ちょっとやられてない方はどのくらいか想像がつかないと思うんですけどすごいんです。だいたい水深も、浅ければ、10メーターぐらい、深いと70メーターまであの攻めますので、そうしますとあのライン、テンヤ、潮がかかる抵抗というのはものすごいんで、この落下する速度が鉛とタングステンですと段違いです。であともう一つは、非常にコンパクトなんでタイが、ね、かかりやすい。あとボトムタッチも、従来の鉛よりも分かりやすい、こういう辺がこの辺がですね非常にあの適して理想的なテンヤできました。でまたあのカラーローテーションもですね、ビンビンテンヤの場合は非常にラインナップが揃ってますので、これはですねやっぱりあのバスフィッシングの流れで、いかなる状況にも対応できるというような、感じで作ってみました。で、大体ね、カラーローテーション、本当にもうバスやられてる方は、すぐパパーンってひらめくと思うんですけど大体、ちょっとね、朝スタート時なんかはこの夜光が非常に効きます。でこれはですねやっぱり バスフィッシングの流れから、私がですねいろいろ、これがいいんじゃないかっていうところでたどり着いた色です。従来のテンヤにはなかった色ですね。ただ非常に効く色というのが分かりました。であとは、まあ、釣れなくなったらこれだけねバラエティにカラーがありますんで、もうこの辺はですね一応今度は自分のお好きなように、まあ私なんかですとやっぱりバスフィッシングの流れでゴールドなんかをチェンジしてます。でゴールドはやっぱりあの淡水系、ソルトウォーターあらゆるね魚に非常に効くカラーなんで、そんな感じでね、ローテーションしながら使っております。何しろ、マダイ、青物あらゆる魚が釣れますので、一遍皆さん体験してみてください。非常に面白い釣りです。ロッドに関しても、ただいま制定で3バージョン用意されてます。ただ、今シーズンまたちょっと、プロと予定してますんで、ちょっと興味ある方は楽しみにしてください。非常に面白いロッド今制作中です。